世話になってます。敬語です。今回は呪術廻戦最新146話について、本編に入る前に前回の145話を少しだけおさらいしましょう。夏油傑の肉体に宿っている術師が賢弱というものであることが判明し、賢弱の目的は人類と自分の同化であると天元は語ります。状況を根本的に打開するには五条悟の解放が不可欠。獄門教の解き方を教える代わりに天元は自らの護衛を依頼し、天元の護衛には筑本長宗がつくことになりました。五条解放に必要な獄門教裏を天元は取り出し、これをこじ開けるには死滅回遊に参加している天使を名乗る術師クルス花の術式である術式を消滅させる力が必要だということが明かされます。146話では天元の言葉に戸惑う伏黒から始まりました。天元曰く、天使の術式なら獄門教裏を開けることができる。天使は東京の東側のコロニーにいるが、回遊の結界は私を拒絶しているから、それ以上の情報は持っていないようです。そして天元は獄門教裏を時空の歪みの中に隠しました。1、死滅回遊のルール。今回は複雑な死滅回遊のルールを改めて確認し合う描写がありました。まずはそこから整理しようか。全国には唐のコロニー、それが日本の人間を彼岸へと渡す境界を結ぶ結界と繋がっている。北海道が入っていないのは呪術霊の結界、つくもが天元に尋ねます。そうだ、あの地はすでに巨大な霊場として奈良氏が住んでいる。さすがは試される大地。呪術廻戦0巻でアイヌの呪術連という言葉が出ましたが、北海道はやはり呪術的に特殊な場所みたいです。彼岸へ渡すと聞くと行々しいが、日本にいる人間全員に呪いをかけて同化の前準備をしている。そしてその儀式が終わるまでの期間は回遊次第だが、2月もあれば済む。そしてルールを確認していきます。まずは1つ目のコロニーへの参加期限に関するもの。牧と乙骨が現在の時間軸を確認します。現在は11月9日午前9時。プレイヤーの術師が覚醒したのは10月31日の24時頃。積み木が回遊に参加するまでの猶予はざっと10日と15時間。次にコロニーへの参加を拒否した場合の罰について、文面では術式を剥奪すると書かれていますが、天元は参加を拒否すれば死ぬと語っています。伏黒はイエリーから言われたことを思い出していました。後追いで参加する術師にも適用されるルールだろう。だとしたら剥奪は無意天変で行われるわけじゃないと思う。使用禁止ではなく剥奪だから縛りでもない。となると脳に無理やり何かしら作用するわけだから、ルール的にも剥奪されると死ぬと思うよ。じゃなきゃみんな参加拒否するだろうし。イエリーはタバコをふかしながら答えます。全員の血を引き継ぐエリート、現当主がイエリの言葉を思い出している瞬間、全員の血を引き継ぐ落ちこぼれも同じことを思い出していました。翔子さんの読み通りだったが、逆に私みたいな術式持っていない術師はノーリスクだよな。その場にいる人物の中で実力的には間違いなく最下位ですが、自らの上位互換である全員当時との戦闘を経験した牧、そして宿儺という爆弾を抱えているが未知数の可能性を持つ板取、術式がそもそもない二人は二つ目のルールの穴をつける可能性が出てきました。続いて非プレイヤーに関するルールの余白について、板取は初めから結界の中にいる一般の人らはどうなんのと疑問を示します。少なくとも一度は外に出る機会を与えられる。親切なルールには結界を強固にするための条件が関係していました。ルールに一つもコロニーの出入りに関する情報がない。プレイヤーに初め結界から出るという明確な目的を与えて回遊を活性化させる狙いだろう。プレイヤーを閉じ込めるにはプレイヤーが自ら望んで入ったという前提が重要だからね。これは以前猪野高馬が言っていた結界の足し引きに関係しています。次はゲームマスターについて。複雑なルールに困惑した表情を浮かべる板取、その横にいる伏黒は考え込むようにうつむいています。天元様、ゲームマスターっていうのは？プレイヤーに一体ずつつく蜂のような姿をした式神小金。小金も正確に言えばゲームマスターではなく窓口。ゲームマスターは死滅回遊のプログラムそのものと思った方がいい。天元の説明についていけない板取は棒読みでつぶやきました。ゲームマスターというと特定の人物のように思いますが、実際には死滅回遊のプログラムそのもの。プレイヤーにつく式神が生存状況やポイントを管理するようです。そしてそのポイントを集めることにより状況を打開できる無限の可能性を秘めたルール。すでにあるルールを消すのはなしかな。考え込むつくもに遠回しに否定ならいけるかもしれませんね。伏黒が答えました。どこまでが OK かわからないルールの追加。しかしどこまでが NG かは一応決まっています。これありか。黙っていた長宗が難色を示し、牧もそれに同調します。判断基準があっち任せすぎる。一見すると不公平なルールに思いますが、呪術的にこれ以上賢弱に利益が出ることは考えづらく、ある程度公平な判断が見込めるようです。そして消極的な姿勢を取った場合のペナルティ、
沈んだ表情で虎杖がつぶやきました。2、それぞれの役割。とりあえず情報の整理が完了し、マキがそれぞれの役割を改めて確認します。つくもゆきと長宗はここに残り天元様の護衛、自分は全員家に戻り呪具の回収、宝石に保管している呪具は五条家と鴨家が持ち出しすっからかんだが、恵みが当主になったことであさり交代。当主という言葉に驚く虎杖、伏黒は後で説明すると語ります。で、その前に天元様、マキの問いかけに天元は分かっている文谷十三のアトリエだろと話します。マキの目的を理解できていない様子の乙骨。マキは用が済んだらパンダと合流し海遊の平定に協力するようです。乙骨は早速コロニーに入って海遊に参加すると語ります。積み木の情報を少しでも集めるという目的もあり、身内で潰し合わないように近場のコロニーは避ける。結界で電波が断たれるかもしれないからしばらく連絡取れないかも。しかしここで乙骨と虎杖があることに気づきます。もし次俺がスクナと変わったら迷わず殺してくれ。二人が交わした約束、スクナを常に監視できれば伏黒を守ることにもつながりますが、戦力的には乙骨は単独で動いた方が効率がいい。悩んでいる二人に伏黒は虎杖の肩を叩きました。その時は俺が死んだ後しっかり殺してもらえ。残酷な優しい言葉に虎杖はそうならないためにと苦い表情を浮かべますが、伏黒は気にせず全員マキに指示を仰ぎます。お前らは予定通り金次のとこ行け。天使に続きまた新キャラが。しかしその男は読者が待ち望んでいたある問題児の名前でした。はかり金次、停学中の3年生だよ。乙骨が話します。今はとにかく人手が足んねえ、何が何でも借り出せ。その人強いの？という問いに、裏っ気があるけど乗ってる時は僕より強いと乙骨が語ります。最強の男から将来を期待され、最年少の特級からは場合によっては自分より強いと認められるはかり金次。しかし悪だらけの呪術界で定額を喰らい、原作者からもコンプラ的にヤバいと言われる存在がいよいよ姿を現します。役割が決まり、構成具を後にする虎杖たち。虎杖は歩みを止め振り返り、長宗の名前を呼びます。長宗は虎杖の後ろ姿に涙します。特級術師つくもゆきが天元の護衛を担う現在、呪術界上層部は事態の平定よりもこれを機に虎杖暗殺や五条追放に夢中。以前五条が語ったように上層部はバカばかり。そんな呪術界を変えるため大事に育てた若き力が日本を守るために歩み出します。五条に自らと並ぶ存在と称され、実力の底が知れない乙骨雄太と秤金次、同じくそういう存在になり得ると語られた虎杖雄二。相手を倒すためなら命を投げ捨てることができる全員家の才を受け継ぐ伏黒は、姉の積み木を守るために全員家の才を受け付けず傷を負った牧は新たな呪具を確保し、術式を持たないというハンデが死滅回遊のルールの穴をつける可能性があります。術式を消滅させるという常識外れの力を持ち、仏教用語が使われがちな作品の中でキリスト教の概念である天使と自らを称すクルスハナ、彼女が協力してくれ死滅回遊という混沌で混ざり合った時、五条は復活できるのか。3、芥見先生はお笑い好き。場面切り替わり、とある劇場、一人の芸人がスケッチブックを持ってネタを披露していますが、滑り散らかしています。芸人の名前は高場。楽屋に戻った高場に先輩芸人が怒鳴ります。お前いくつやったっけ？35っす。ほなもうやめてまえ。この業界遅咲きのやつ、ようわからんきっかけで急に売れるやつ、業さんおる。でもそいつらは急におもろなったわけやない。もともとおもろかったけど埋もれてただけやね。お前はそうちゃうやろ。悪いことは言わん。お前に向いてることを。土星を飛ばした先輩芸人は部屋を出ていきます。しかしそれを聞いていた別の先輩芸人が口を開きました。あいつもお前も勘違いしとる。おもろなくても売れるやつは売れんねん。一発屋的な話っすか。ずっと売れ続けるやつには2種類おんねん。ずっとおもろいやつとずっと自分のことおもろいと勘違いできるやつや。お前はどっちや。そう言われた高場の表情が徐々に曇ります。五分だ五分だと言うけれど本当は七三ぐらいが。死滅回遊プレイヤー高場文彦、滑り散らかしていた男は死滅回遊のプレイヤーと判明し、146話終了です。最後に少しだけ余談です。僕結構笑いが好きなんですけど、最後にあった面白ければ早い遅いばあってもいつかは売れるというのは、木原ジュニアさんとか松本人志さんが言っている芸人さんの世界では誰もが知っている説。芥見先生は昨年の M1 を見て、ゆったりとした関東弁のしゃべくり漫才に定評があるオズワルドの漫才を絶賛していました。今回の描写を見るに芥見先生はお笑いが好きなのかもしれませんね。それだけではなく、これまでの作品を見る限り名作と呼ばれる漫画はもちろん、歴史や映画、生物の生態、アイドルなど幅広い分野に精通しているのは間違いないようです。最後までありがとうございました。一旦やめさせてもらいます。